その戦いの決着はこの10分で決まります。これよりファイナルクォーター、第4クォーターに移ります。琉球相手陣37ヤードからセカンドダウンセブンで試合再開です。これは広島ナイスです。琉球ランプレーを投入しました。しかしそれを広島54番凄まじい上がりでノーゲイン、むしろ3ヤードロスに変えました。見事なタックル決めましたのは広島ホークス54番の大江、島根大学出身のチームキャプテン。ここでキャプテンの素晴らしいタックルがありました。さあ琉球サーダウン10の状況です。突破なるでしょうか、広島防ぐでしょうか。ここでビッグプレーが出ました。琉球これをパスによりタッチダウン突破しようとしましたが、これを取ったのは広島13番、そのまま一気に右サイドラインを独走、相手を置き去りにしてそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。広島インターセプトタッチダウンピックシックスになり6点獲得となりました。見事インターセプトタッチダウン決めましたのは広島ホークス13番の上田、島根大学出身。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加です。広島ホークス10点、琉球ガーデンライオンズ3点。この土壇場の状況でピックシックス発生しまして広島、タッチダウンを上げる形に成功しました。この最終クォーターに入りまして大きな波が来ました。広島が13番島根大学出身の上田のインターセプトリターンタッチダウン決めまして状況広島有利という形に変わっております。さあしかしその差はまだワンタッチダウン、そして残り時間9分あります。まだ試合の数勢は決まっておりません。その試合はこれより広島のキックオフで再開します。琉球リターンに入った。低いキックは琉球前にいましたブロッカー陣が抑えまして琉球陣34ヤード付近からの攻撃に変わります。さあ琉球反撃になるでしょうか。自陣34ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番に変わっております。7番右に展開した9番にパスを通し約5ヤードのゲインとしています。
クォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のプレイヤー、取りました9番は篠宮、琉球大学出身の選手です。ここへ来て本来のスターティングクォーターバックである藤原にクォーターバック変えました。琉球さあここでランペイを投入しましたが、これは広島のディフェンス厚く1ヤードロスに変わっております。広島も先ほどのタッチダウンによって勢いが出てまいりました。琉球サーダウン6、インターセプト、ターンオーバー。ここで琉球パスプレーを選択しましたが、これをディフェンスラインがプレッシャー、浮いたボールを取りましたが広島ホークス74番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは広島ホークス74番の投稿家、鳥取大学出身のルーキーです。攻守変わりまして広島ホークスの攻撃になります。相手陣43ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここで広島リバースプレーを選択しました。リバースはランニングバックと反対方向にレシーバーが走り抜ける逆方向への大きなカウンタープレーです。エンドアラウンドとも称させるこのビッグプレーをワイドシーバー10番見事攻撃決めまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター、10番は佐伯、関西大学出身。広島ホークス相手陣25ヤードからファースターアンテン、今度は中央へのランプレー、広島ホークスファースター、キャリア20番にボールを託しまして20番スピードによって一気に中央突破して攻撃権更新です。広島ホークスファースター。20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークス相手陣9ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールとなります。ランプレー重ねます。中央のランプレーを投入、キャリアは20番、密集点に飛び込みまして約3ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。タイムアウトを解けまして試合再開となります。広島ホークス相手陣7ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功、クォーター3バック3番プレッシャー感じながら右にロールアウトしてパスを投じましたが、ターゲット見つからずパス不成功となっています。広島ホークスサードダウン2ゴールに変わります。
吉野ホークス、サーダントゥーゴール、残り7ヤード。クォーターバック3番、パスを投じようとし、右に流れながらターゲットを探しましたが、しかしこれは投げること至れず、フォースダウンに変わります。東山ホークス、フォースダウン2ゴール、フィールドゴールトライ。キックレングス、21ヤード。キック成功、3点追加となりました。広島ホークス13点、琉球ガーデンライオンズ3点。その差10点と広がりました。広島ホークスがこの攻撃シリーズ見事フィールドゴールしまして、さらにリードを広げる形に成功しております。さあその差10点となりましたが、琉球なんとか反撃なるでしょうか。試合時間しかし残り5分22秒残っております。時計の方がズレが発生しておりますが、訂正させていただきます。さあリターンに入った琉球、抜けている、ナイスリターン。リターナー29番、果敢にもリターン敢行しまして、相手のディフカバーをかわしながら自陣40ヤード付近までリターンしました。この位置からの攻撃に入ります。リターナー29番は中村、城西大学出身。琉球自陣40ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーから入りました琉球でしたが、そのパスを文字通り強奪するようにインターセプトしました。広島ホークス13番、先ほどピックシュース6決めました。このプレイヤー素晴らしいパスインターセプトを連発しまして、攻撃権奪取です。広島ホークスファースト、素晴らしいプレーを決めました。13番は上田、島根大学出身、中四国出身のプレイヤー、ここで素晴らしい活躍をしております。さあ広島の攻撃に変わります。広島自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランナーはこれは琉球止めます。ここまで好調でした玉山のランプレーをまずここは止めました。広島ホークスセカンドダウン10。ここでオプションキープをクォーターバック3番展開します。左オフタックル駆け上がり、約5ヤードのゲインとしています。クォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身。
広島ホークスサーダウン5。これは琉球止めた。中央ダンプレーで突破上がりましたが、これは琉球92番ソルタックル、ノーゲインでフォースダウンに変わります。ここは立ちはだかりました、琉球92番のゲイブ・エルバース、チームキャプテン。ここで大きな仕事を決めました。琉球まだ諦めておりません。広島フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。さあプレッシャーいった、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスに反則です。イリーガルフォーメーションがありました。5ヤードのペナルティはリターン地点から成功、リターンして止まった地点から成功される形で5ヤードバッタリとなります。琉球結果的には自陣32ヤードからの攻撃に変わります。さあ琉球この2分54秒にかけます。ボールオンは自陣37ヤードの位置にセットされました。琉球ファーストダウン10。パス成功。まず右にいましたレシーバー9番にパスを通しまして約3ヤードのゲインと変えています。しかし中で倒れた形になっているので時計が回ります。ボールオン自陣40ヤードから琉球セカンドダウン7。不成功。ここもパスプレーで突破図らんとしましたがプレッシャーありましてパス不成功となっています。サードダウンに変わります。北野さんはまさにその心境、私も同意です。残り時間、この勝負をかけるのが文字通りフットボールの醍醐味ですが同時に選手たちではありません。応援していきましょう。パス不成功。ここで突破図らんとパスを投じましたがこれを広島パスカットしています。フォースダウンに変わります。さあ勝負のフォースダウンに入ります。ボールオンは自陣40ヤード、琉球フォースダウン7。
広島止めた。ここでパスはワイドレシーバー10番に通りました。そこからのキャッチアンドラン、はからんとするプレーでしたが、しかし攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代です。攻撃権変わりまして広島の攻撃に変わります。広島取り返しました。攻撃自陣43ヤードからの攻撃に入ります。このランプレーは止めます。まず地上戦によってランプレーを展開しようとします。しかし中でプレーは止まりましたので、時計回り続けます。広島セカンドダウンに変わります。刻一刻試合時間がなくなっていっております。広島ホークスセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック20番ピッチを受けまして右オープンを展開。コース取りよく攻撃権更新です。広島ホークスファーストラン。相手陣28ヤードから広島ホークスファーストダウン10。ランプレーを挟みます。ナニマック20番にボールを託しまして右を振ったクレのランプレー。約3ヤードのゲイン。時計は回り続けます。広島ホークスセカンドダウン7。攻撃権更新にはなったようです。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス13点、琉球ガーデンライオンズ3点、広島ホークスの勝利となりました。琉球最後まで奮闘を続けましたが、惜しくもここで敗戦となりまして3敗目となります。しかし最後まで諦めない戦いぶり、見事でした。ナイスファイトでした。本日は応援と運営ありがとうございました。そして広島見事3連勝で3勝目を挙げるに至りました。これによって X2 昇格の権利を獲得することに至りました。ナイスゲームでした。琉球見事な奮闘でした。最後の最後まで強敵相手に全くひるまない互角の戦いを演じておりました。創設2年目にしてこれほどの力を蓄えたことは素晴らしいと思います。
しかし押村区は今シーズンそのチャンスを生かすには至りませんでした。残り試合を勝ちましても勝利数2勝までということになりますので、昇格争いからは脱落する形になります。しかし最後までその可能性を感じる見事な戦いでした。ナイスファイトでした。文字通りこれが B ブロックの大きな数勢を決める展開となる試合でありましたが、結果的には広島ホークスが勝利する形でこの試合を制することに至りました。これによりまして昇格レースは広島そしてリードエフォートエールズが先行する形に B ブロックは推移しております。この残りのしかし第2節の状況今後を占う意味でもぜひご注目をお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして続きへと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご同意いただきました NFA 社会人アメリカンフットボール協会の皆様にも感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この企画によりまして多くのご来場いただけない方々にもこの熱戦をご覧いただくことが可能です。ぜひご協力をお願い申し上げます。その配信本日受けたまわりましたのは私道楽屋リシャでした。次の試合ももし機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。